お、やるぞ。オッケー、通りで強いなと思ったらレベルが一番強いに設定されてんだもん。でもそれで勝ちたいよね。お次柔道勝ってんだもんね。さあマシュマロボディいて、マシュマロいていて、マシュマロいて、マシュいて、マシュいて、しょい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 、待って、しゃべらせて、しゃべらせて、痛い。イエーイ、バーク来た、うちのエース頼むよ。はいはい、頼むよ。いやー素敵、決め、お、カフェイン。抜けてね。頼む、吉山さん。いえ、吉山さん、吉山さん、よはち取れ、ばば、吉山さん、よし、ばば、吉山さん、いや、吉山さん、そう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 。いや、ありがとう、吉山さん。任せろ。任せて、吉山さん。君の今のプレイを無駄にはしない、絶対に。絶対私は無駄にはしない。待って、吉山さん、ちゃん、攻めてもいいよ、吉山さん。私の渾身の一球、行くわ。いいんじゃない?で、あれが回復ない、そう、指長いから、ルーレットの時間とか考えなくていいんだよね。OK、一応。おぉ!ワリオ!ワリオ、このゲーム楽しみすぎでしょ、一人で。ワリオ!ワリオ、こっち見て、こっち。うわぁ、ブス。いや、みんな3連休どっか行きました。私はね、やばい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 やめろ、老後いたわれ、お前、還暦スペシャル。待って、これ私いけるいける、あれ、なんでこの人ゴールしないんだ。え、わかった、こっちもしたあなたに勝たせますじゃない、もしかして。やめろ、お前が勝て、これ私どうしても勝てない。お、いいよ、お前がいて、やろ、うぅ、やめろ、お前がかかれ、待って、持つわ、お前をゴールにねじ込んでやるよ、スリーポイントダンクシュート決めてやるよ、やめて、やめて、やめて、うわぁ、ごめんなさい。いや、みんな行くよ。はい。で、あいつをこの中にぶち込むわ。あいつをこの中にぶち込む。年寄りってなんて言うんだろうね、怒った時に。あんまり年寄りに怒られたことない気がするね。年金なめるな。同じクラスだとマジトップレベルだと思う、今このソーセージ界において。シルビア、シルビアにも多分余裕で勝っちゃうと思う、正直。結構使いやすいね、このソーセージが。いけます。はい、レベル1ね。で、負けたら終わるか。これね、テクニックがあるの。まず低空飛行、走っている走っている、シューゲームズ走る走る走る、英語で言うとランランランだ、頭のトゲが刺さる、それはモーリーラン、モーリーラン、探偵漫画でありながらどんどん格闘は漫画と化している、そのうちカカロットを超えると噂されているモーリーラン、その相棒としてメンターテンコナン、メンターテンコナンの特徴としてはやっぱり毒針、その毒針でモーリー心の首を刺す。まあ、すげえもうびっくりして、それぐらいびっくりしてんだけど、もう最悪、家に今なんか、まだある、早くしろよ、やべ、春の愛出てきた。おお、すげえ、リーフってなんか今の時代っていう感じない、昔なかったよね、リーフ。うん、で、結構ね、コマンド入力は、おお、おしっこスペシャル。なんかね、ラケットとかをスリッパでやったり、ラケットの台がでかくなったりね、すごいユーモアがあるんだよね。いや、うおー、おっ、さあ、さあ、日村さん、いいね、この勉強熱心なところ。どうしよう、日村さん。さあ、チャッピーちゃん。いや、ちょ、待って、全然喋りたいこと喋れねえ、こいつら邪魔すぎて。
やばい、やばすぎ、やばすぎ、やばっ。なんかもう決まってんのかな、お題が。ペンギンだペンギン、ひよこだひよこ、ひよこ、あれひよこ違うんだ、誰かひよこって入れてる。あー、これお菓子であったっしょ、お菓子なんだっけ、こういうお菓子なかったっけ。焼き鳥で、化け物花沢。はいや、お前隠すなよ、欲しかったわ今の。もうやばいわ。ふっ、いただきます。え？かわいい。こいつエッグマンって名前だよね。受け取ります。テンション高すぎだろ。さすがにテンション、そのテンションにはついてけねえわ。頼むよエッグマンからのこの浅田真央スペシャル。おまけみたいな感じ？なんかそんなに重要じゃないみたいな感じだね。なんかオープニングテーマみたいな、そういう、うわ、行ってこいお前ら、行ってこい、私あれやるわ、冒険者やるわ。おお、大乱闘だね、スマッシュブラザー。あっ、チャーシュー、漆黒のマサリンちゃんで、割とね夢見てる人多いね。夢ってね、あんまり見れるもんじゃない。で、なんでこれ。ガンミじゃねえか、最後。やめろ、嗅ぐな、嗅ぐな。羽まりを使えるようになったはず。うわ、すごいね。ようこそいらっしゃいませ。誰もいないので、とっととお帰りください。ガッハッハ。私、最近気づいたんだけど、クッパのガッハッハッハってあるでしょ。あれスロー再生するとなるんだよね。ちょ、いくよ、普通のハッハッハ行くよ。これをスロー再生でやると、クッパの鳴き声になるの。ちょ、どうぞ。ははっ、パズドラにミッキーコラボが来たよ。みんな、こんにちは。こんにちは、アシュです。はは、聞こえないよ。もっと大きい声で。こんにちは、アシュです。はは、なかなか声が出てきたね。最後に大きい声でもう一回、こんにちは。こんにちは、アシュです。しんちゃん通報されてる。職質されてる。いや、この状態ってどうやって職質免れんだろうね。よほどのトーク力ないと。って見てる、しんちゃんの余裕。赤ピクミンは火に強い。青ピクミンは溺れない。黄ピクミンは高く飛ぶ。紫ピクミンただのデブ。白ピクミンには毒がある。結構怖いと思う。うわ、音楽怖くない？ちょ、聞いて。ちょ、明るい曲流していい？うん、いや、強いのかな。ただなんか裏運命の三振、このパーティー全然勝てないなと思って。なんかそう考えると、あー、すげえ、土偶消し。あ、でも一緒じゃない？一緒一緒。あ、ダブルケッツーね。ワンステップからダブルケッツーになってる。え、なになにその。
ぶりっ子の女子がトイレ行くみたいな、一緒にトイレ行こうみたいな、いるようにこういう走り方するやつ腹立つな。もうちょい脇腹を開けて走ろうお前は。それまでこいつら倒したんだよね。こいつら倒してこっち側行ってなかったんで、上側これ行けるかな。私結構道狭いよね。整列いいね君たち行くよ。迷子にならないでね、帰るまでが遠足だからね。はいはい、いいよ君たち。いいけど全然来ないよ君たち。まあいいか、少数精鋭でいいか。さあさあ、4人だ、来ました。あ、みんな可愛い、来てくれんだ。うわー、溺れてる溺れてる溺れてる、やばいやばい。いや、正直失いたくない。変に押さないわ。いや、来た来たら、キラー来た、キラー来た。マジ熱い。この走りにくいステージでキラーは本当に熱い。あ、ちょっとやらなくてよかった。いや、連打力なら負けられない。絶対負けられない。よし、しょぼけこれいい。親指折れる。親指が折れてもいい。だけどこの勝負だけは負けられない。ちょ、手折れる手折れる手折れる。来て、やべ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 、やべ、次、親指折れる、親指折れる。マリオってこんなゲームだったっけ。やばすぎやばすぎ。手かえるわ、手かえる。手かいた、みんな手かいた、手かいた。しゃした筋肉痛だ。これ確かみんなもゴールできんだよ。ワリオの帽子までだいぶ距離あるけど届く。行きます。いざ漁港、無限の彼方へ。よしさん、勝って全国行こうぜ。吉岡さん、今までで一番忘れられないひな祭りにしてやるよ。そうだよ、吉岡さん、結構、年配の方だよね。落ち着いて、吉岡さん、いいよ。どんまいどんまいどんまい、落ち着いて落ち着いて。私もチャンスボールを伺ってるからね、いかにいいとこで私、取るか。あ、でも吉岡さん、汗かいてる。汚ね。これ、ど真ん中でシャッター押せばいいんでしょ。行きます。磯野くん、いや、来た。皆さん、これ一見素人あのマント必要なんじゃないかなと思うんですよ。ただ私クラス、私スタイルスタイルスをどうするかというと、これを取ります。取ったんじゃ家行くんだよ、家。そうすると行けると思う。やばいやばいよやばいよ、あったよ、お腹。あー、弾力弾力。いや、ねえのかわかんないけど、来た、これショートカツ、来た。マジ激アツファンタスティック無理で。いや、キモエレン家が。うわ、欲しかったな、そのパーツ。来た。どっちが勝つかな。よし、さあ、マリオと私の一騎打ち。礼儀正しくないマリオと、礼儀しか知らない衆。この二人どっち勝つか。よし、いや、フェイントゴリラ。はい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 、勝つ、絶対勝つ、勝利こそ全て。よし、優勝以外初戦敗退と何も変わらない。はい、頼む。くしょ、クマの上に行く、戻っちゃった。これはガード、これはガード。へえ、くそ、まだ生きてる。やべ、どうしよう、まで操作逆転してるキノコで。でもスキルブーストプラスがあるの。スキブルブルブルブーストプラス。スキルブーストプラス。取ってきた方がいいかなと思う。これだろう。いや、これでしょ。大きさ間違いない、フォルム間違いない。
みんな来たわ。あ、来た、肩山口大好きな肩ね。いらねえわ、その多数のアングルからいらねえ、カメラなんだあんだ。このケツいね、ケツ、ケツ。いや、シューマジかっこいいよな。わかるよ。あいつマジごめん、鼻水出た。あいつさっき蝶々を捕まえてくれたんだよな、俺の目の前で。マジかよ。あ、ごめん、鼻水出た。あいつでも、よし、よし、動けるデブ、たまにいるよね、動けるデブ。あのクラスでさ、うわー、大事故だ。うわっ、見て、日村さんの恋人リンちゃんっていう、もう圧倒的強キャラを手中に収めてんじゃん。この前糸井さんが階段でこけシューゲームズの笑い方はハハ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 。ピンクだ、ピンク、ピンク、ピンク。いや、共有タイプ。はい、1。お、はい、いいよ、いいよ。今、私が1位ね。はい。はい、マリッちゃんも来てるね。マリちゃんも来てるけど。いや、次。いや、ジャンプね。マジ。はい。はい。オッケー。オッケー、グーグル。オッケー、グーグル。オッケー、オッケー。お、くそ、落ちて、一手を見極めた。これが見極めの力、好評発売中。はい、ということで63万人、あ、間違った、63万人突破しました。イエーイ。いや、ついに63万人まで来たね。で、私、自分の実況を振り返ってみて、何の実況が結構大変だったかなって思うと、やっぱピクミンだね。ピクミンすげー大変だった。動画ね、撮る手間とかはね、別にそんなかかんないんだけど、ピクミンのね、絵がちょっと苦手なんだよね。あの虫みたいな感じの敵なんで、私あれホラゲーとしてやってたんだけど、あのホラゲーが一番もうメンタル的にもう辛かったね。怖え怖えってなったんで、まあ、ピクミン実況が私の中で結構トップクラスで大変だったなと思う。まあこれからは今まで通り新しいシリーズとか単発とかね、やっていきたいね。そんな感じかな。あと新しい試みとして案件とかはやりません。